以前の動画って言ってもだいぶ前なんですけどね、なんか変なお手紙が弁護士から届いて、それで電話したらなんかね、怒鳴られたんで、弁護士会に懲戒請求を出したんですね。その結果はですね、実は先月12月18日に届きました。大阪弁護士会からです。弁護士会なんてね、こいつは事情能力ないだろうって思ってたんだけど、でもね、これ見ると案外ね、すごく丁寧に調査してますね。ただ結果はね、やっぱりね、懲戒しないっていうことなんですよ。ただね、いろいろ事実関係明らかになってね、どうもこの弁護士の依頼者がですね、借金をしてて、ただ自転車は全然関係ないんだけど、自転車が債権者と一緒になって借金の取り立てをしてるとか言って、それでまあそれでなんだかんだってうちに来たっていうことなんですね。だからこれ依頼者ちょっと精神的にどうなのかなって思うんですよね。あとね、いろいろ経過がここに書いてあるんですけども、まあなんだかんだでなんだかんだ言ってね、怒鳴ったこととかね、あの辺は弁護士の品位を失う飛行まではいかなくても、まあちょっとそこは上田さん、この弁護士に非があるんじゃないかみたいなことは書いてありますね。ただ結論としては飛行とまではいかないっていうところなんですよね。ただね、ここで調査の過程でちょっといろいろ分かったこともあってね、上田さん、調査の過程で嘘ついてましたね。なんか最初威圧的なことを言ったのは、この自転車の方側だっていう風に言ったんだけど、まあ録音聞いてみたら違うじゃないかと。上田さんの方が先に切れてるじゃないかって、まあそういうなこと、そういうことがここで指摘されてますね。ただね、これ、弁護士会の処分ってね、まあ一番重いのは除名ですかね、退会処分なんですけど、まあそこまでいかなくてもね、例えば戒告なんてができるわけです。戒告って言っても、まあ怒られたっていうだけの話ですからね。だからそれぐらいの処分はね、してもいいんじゃないかと思うんですよね、やっぱり。それで、こういう場合にね、異議申し出書っていうのをね、日本弁護士連合会に出せるんですよ。こういうふうにね、ネットで調べたらすぐ用紙出てくるので、その通りに書いて、それで郵送すればいいんですね。ここにね、理由を書いておきました。議決書では、弁護士会により弁護士職務基本規定5条及び同規定82条 1項に反する行為があった事実を認めている。また、議決書によれば、弁護士会の調査の過程で弁護士が虚偽の説明をしたことも明らかになっており。まあ、周りくどいかだけど、さっき説明した通りです。まあ、その弁護士が怒鳴ったりだとか、なんかこちらの質問に対してろくに返答しなかったりっていうことはあったってことなんですよね。で、ただですね、そこに対するまあこちら側の反論としては、議決書では事実関係が認められてるじゃないかと。で、弁護士が一般人に対してね、刑事犯罪にも当たる行為と指摘することは大変な威圧案があり、しかもそれが事実でないのであれば、弁護士の行為は公序良俗に反するんじゃないかと。で、一歩間違えれば、これ詐欺ミスになるんじゃないかとね。で、特にね、最近では、これ、ね、弁護士を語ったりして、それは犯罪に当たるとか言ってね、騙してね、金を巻き上げるような手口があるし、やっぱパワハラっていうのに対してね、今世間の風当たり強いですからね。やはりそこはこう、世間のね、趨勢に従った処分をしてほしいと。あとね、私がやっぱ大事だと思うのは、これ、弁護士への依頼者っていうのはね、やっぱりね、精神障害持ってたと思います。妄想性障害なのかな、統合失調症なのかわかんないけど、やっぱ言動明らかにおかしいですからね。だからそこで精神障害の可能性を考えずに、こう漫然とね、その依頼者の言うことに従ったっていうのはまずいんじゃないかと。だからちゃんと精神科医などの助言を聞くべきじゃなかったかっていうことも書いてるわけです。で、これを3通ね、日本弁護士連合会に郵送するっていうのが、正しい異議申し出の手続きとなります。だから弁護士会ね、こうやってちゃんとね、調べてるので、だから弁護士がね、在日だとかくだらない理由で、懲戒請求かけるのはやめましょうね。ちゃんと弁護士会も仕事してるんで、仕事に邪魔になるようなことはやっちゃいけないので。ということで、これをね、この封筒に入れて、ポストで出しとこうかと思います。
本来こういうのはね、書き留めで出すべきなのかもしれないんですよね。大事な文書なので。ただ、日本のこの郵便局は優秀ですから、普通郵便で上等でしょう。ということでね、この弁護士をちゃんとこう開国してですね、弁護士も反省していただければと思います。ということで今日の啓発動画でした。